熊田博道は、日本の政治家、衆議院議員、総務副大臣、選挙運動などでは熊田、博道名義を使用することがある。海部都市基元内閣総理大臣の秘書、愛知県議会議員、防衛大臣政務官、愛知県議会議会運営委員長、愛知県議会警察委員長、名古屋経輪組合議会議長などを歴任した。愛知県名古屋市西区生まれ、 名古屋市立庄内小学校を経て、名古屋市立名塚中学校を卒業した。小学4年生の時、ロッキード事件に絡んで国会の様子をテレビで見たことをきっかけに国会議員を志す。父が衆議院議員の開封都市記の熱心な支持者であったこともあり、この頃開封と面識を持つ。愛知高等学校卒業後、神奈川大学法学部法律学科に進学した。 キャンパス内の学生運動が時代遅れ、上滑りだとして運動家に議論を吹っかけたり、卵を投げつけたりした。1988年3月、神奈川大学を卒業。同年4月、開封の秘書となる。1989年7月24日、宇野宗介首相が参院選惨敗の責任を取り、辞意を表明。自民党最大派閥の竹下派は、 自派候補の擁立を見送り、川本派の海部都市記を担ぐ道を選ぶ。同年8月8日に行われた自民党総裁選挙で、海部が新総裁に当選し、第一次山内閣が発足したことに伴い、熊田は総理大臣皇帝に常駐することになった。地元の名古屋市西区選出の愛知県議会議員は、吉岡義樹、古橋俊夫、を、 山内清の3人で議席が占められていたが、古橋が任期中の1991年12月6日に死去。すぐさま熊田を古橋の後継に押す嘆願書が開封のもとへ届けられた。そこから署名運動まで起こり、約5000人の署名が集まった。当該署名者を対象に個別訪問を始めるが、当初の反応は冷たいものだったという。 1993年12月、秘書を退職。1994年6月の主犯指名に際して、開府は自民党を離党。同年12月10日には、新進党を決闘した。これに追随し、1995年4月の愛知県議会議員選挙、名古屋市西区選挙区には、新進党公認、公明党推薦で立候補した。同選挙区は、 定数が3から2に削減されたため激戦が予想されたが、熊田は初出馬ながら1位当選。吉岡義樹は2位で当選し、自民党現職の山内清は落選した。1999年4月の愛知県議会議員選挙から自民党の公認を受けた。愛知県議会議員団の政務調査会長、副団長、副幹事長などを歴任した。また、 議会運営委員長や警察委員長などを務めると、共に一部事務組合である名古屋経輪組合が設置する議会においては議長を務めた。2011年5期目の当選を果たす。2012年11月愛知県議会議員を辞職。同年12月16日の第46回衆議院議員総選挙に愛知一区から立候補し初当選した。民主党から 日本未来の党に移った佐藤優子、比例党会ブロックから国会した民主党の吉田東彦の両候補は、教育やい、比例復活も叶わなかった。小選挙区制度への移行後、愛知一区では自由民主党初の選挙区当選だった。2014年12月14日の第47回衆議院議員総選挙では民主党の吉田、 現税日本の新人ら5名の候補者を破り再選。2015年10月、防衛大臣政務官に就任。2017年7月、所属していた3党派が麻生派と合流し、新派閥志向会となったが参加を見合わせた。2017年10月22日の第48回衆議院議員総選挙では、立憲民主党公人の吉田、希望の党公人の佐藤裕子らを破り、 参戦。吉田は比例復活により2期目の当選を果たした。2020年9月に発足した菅義偉内閣で総務副大臣に就任。喫煙者であり、超党派の愛煙化国会議員からなる議員連盟、黙々会の事務局長を務めている。2015年8月、自身のウェブサイトの一部に掲載した内容に批判が相次いだ。熊田は記述を削除した上、 謝罪文を掲載した。投稿した内容は以下の通り。ある時、739補助で見えた若い女性教師が生意気だということになって、いつかギャフンと言わせようと仲間とチャンスを伺っていたんです。放課後、先生がトイレ掃除の点検にやってきました。後期到来です。中に入ったところで外からドアを押さえて閉じ込めたんです。そして、天窓を開け、 用意していた爆竹を次々に投げ込んだんですよ。はじめは、開けなさいと命令していた先生も、そのうち、開けてくださいとお願い帳になり、最後は、涙声で、開けてと絶叫帳に変わってきた。やったと快感でしたね。熊田、広道、超元気。悪ガキ、学ラン時代。熊田、広道議員への道熊田、広道事務所謝罪文は、以下の通り。 この度私の HP 上に記載した若い頃にやってしまった旅を過ぎたいたずらについて各方面より多くのご批判をいただきました。ご不快な思いをされたすべての皆様と関係各位に心よりお詫び申し上げます。なお、当該記事は削除させていただきました。ご理解いただきますようお願い申し上げます。熊田、広道、議員への道。 熊田、広道議員への道熊田、広道事務所、海部都市記の秘書になった頃は、激務であるにもかかわらず、支払われる給与は、アパートの家賃よりもお安かったため、強い不満を抱いていた。熊田は、アパートの壁を破壊することで、一日の鬱憤を晴らした。そしてアパートの壁が、穴だらけとなり、管理人から叱責されるという騒動を起こした。秘書として使えた、海部都市記が、 内閣総理大臣に就任したため、熊田は総理大臣皇帝に詰めることになった。その頃、アメリカ合衆国大統領のジョージ・ブッシュが湾岸戦争について回復と協議するため、自ら直接電話をかけてきた。回復はすでに就寝していたため、警護官らとくつろいでいった熊田が電話を取ることになった。しかし、熊田はブッシュの話が理解できなかったため、いたずら電話と判断し、 電話を切った。その後、ブッシュは、自ら何度も、総理大臣皇帝に電話をかけたが、熊田はその度に電話を切った。何度電話しても、開封に取り継がずに切られてしまうため、号を煮やしたブッシュは、やむを得ず外務省経由で、開封に連絡を取ることになった。2019年10月、熊田は、知人に、若手経営者として、A を紹介される。 A が政治家志望で秘書になることを望んだため、熊田は事務所スタッフに受け入れた。A は新規党員の勧誘や街頭演説の手伝いをするほか、熊田の代理として支援団体との懇談会に出席した。秘書ではなかったが、自由民主党愛知県第一選挙区支部衆議員、議員、熊田博道事務局 A と書かれた名刺を持って活動を続けた。 2020年5月上旬、AA は持続化給付金の説明会を受給資格のない大学生らを対象に開いた。説明会で自身を衆院議員秘書選挙区事務局と紹介し、グレーゾーンのところをグレーゾーンにしない方法が経済産業省のホームページには書いていない。しかし私は自民党という立場を使って抜け道を知っているなどと述べ、不正受給を持ちかけた。 説明会は他にも複数回開かれた。同年10月、熊田は持続化給付金の不正受給に関与した可能性があるとして A を辞めさせた。2021年3月9日、中日新聞が上記の説明会に出席していた大学生2人が詐欺容疑で逮捕され、愛知県内選出の自民党衆院議員の男性スタッフが 当該詐欺事件に関与していたと報じた。この時点で、熊田の名前は伏せられていた。3月21日、事件に関わった A、行政書士会社役員、アルバイトの4人が、詐欺の疑いで逮捕され、同日の報道で A が熊田のスタッフであることが明かされた。逮捕容疑では、A らは2020年7月、アルバイト男性の名義で、 嘘の確定申告書類などを添付して、電子申請し、持続化給付金100万円を騙し取ったとされる。3月22日、熊田は記者会見し、逮捕容疑が事実であるとするならば許しがたい行為。国民の皆様に心より、お詫びを申し上げたいと思いますと謝罪した。ありがとうございます。